Peggy 12。はい、ご紹介ありがとうございます。今回このモンスターハンター4アルティメイトのですねオリジナルデザインのニューニンテンドー 3DS をですね、皆様にお届けできるのを大変嬉しく思っております。本タイトルですけどもちろんニューニンテンドー 3DS に対応しておりまして、 C スティック、こちらの方はですねクエスト中のカメラ操作で使っていただけます。ぜひこの 3D でこのモンスターハンター4アルティメイトを遊んでいただけたらと思います。モンスターハンターとはですね皆さんプレイヤーの方がですね一人のハンターとなっていただいて、さまざまなモンスターを狩猟していただく、皆さんで最大4人まで協力プレイをすることができます。力を合わせて、巨大なモンスターを狩っていく、ここの楽しみっていうのも味わっていただけます。武器の方で全14種類の武器ジャンルから選んでいくことができます。皆様のプレイヤーのスタイルに合った武器を選んでいただいて、プレイしていただけたらと思っております。そしてですねもちろんシングルプレイの方とマルチプレイの方、両方プレイできるようになっておりまして、シングルで繰り広げられるストーリー、こちらの方も用意させていただいておりますし、みんなで持ち寄って遊ぶローカル通信プレイ、インターネット経由で遠く離れた方でも遊べるインターネット通信プレイ、こちらも両方対応しております。ここで皆様に一つお知らせがあります。モンスターハンター4アルティメイトのですね体験版を配信させていただきたいと考えております。武器ジャンルの全14種、こちらを全て使っていただくことが可能となっております。でマルチプレイの方もローカル通信プレイ、インターネット通信プレイ、これ両方遊んでいただくことが可能になっております。モンスターハンターを初めてプレイされる方も多いと思いますので、そういう方でもですねこのモンスターハンターの遊び方を分かっていただけるような、内容で今回体験版を考えておりますので、ぜひまだですねモンスターハンターをプレイされてないという方もダウンロードしてこの体験版の方をプレイしていただけたらと思っております。最後になりましたがこのモンスターハンターのですねすれ違いパネル皆様に提供させていただきたいと思ってますので期待しておいてください。このモンスターハンター4アルティメイト、任天堂 3DS、 任天堂 2DS、 ニュー任天堂 3DS で2月の13日に発売を予定しておりますので皆さんぜひプレイしてみてください。ありがとうございました。